タクティクス・オーガ。デニム、情報通りだ。ランスロットの野郎が現れたぜ。わかった。姉さん、いよいよだね。やっぱりやめよう。ね、私たちに勝てるわけないわ。何言ってるんだ、カチャ。またとない絶好のチャンスじゃないか。だって、たった3人であの暗黒騎士団と戦うだなんて。
無茶もいいところよ。大丈夫だよ姉さん、奴らだって油断してるさ。おじけづいたって言うんじゃないだろうな。俺は一人でもやるぞ。やめろよバイス、言い過ぎだ。行こう姉さん。やっぱりうまくいくわけないわ。それに彼らの命を奪って何になるっていうの？ランスロットは暗黒騎士団の総長だ。そして奴らはバクラムの力の源。ランスロットを暗殺するってことはバクラムの力を一時的にでも弱めることになるんだ。そうすりゃバレリア全土を征服したがっているガルガスタンが動き出すに違いない。落ち着いたばかりなのにまた戦争を起こそうっていうのね、あなた。この状況のどこが落ち着いたっていうんだ、カチュア。俺たちウォルスタ人はまるで虫けらのように扱われているじゃないか。そうさ、奴らは俺たちに死ねと命じてるんだ。だからって戦争なんか始めたって私たちは負けるだけ。死ぬのがオチよ。奴らが来た。挟み撃ちにするぞ。デニムは後ろへ回ってくれ。分かった。君たちは何者だ？俺たちはウォルスタ解放軍の戦士だ。みんなの仇を取らせてもらう。仇だと？随分と手荒な歓迎だな。なんだ、ガキじゃねえか。待て、我らを知っているのか？人違いではないのか？お前はランスロットだろうが。なら確かに俺たちの仇だ。いかにも、私の名はランスロットだ。なぜ私を知っている？1年前にこの町を焼き払い、住人を殺したのはお前たち暗黒騎士団だ。暗黒騎士団だと？我々は東の王国ゼノビアからやってきたものだ。そういえば暗黒騎士ランスロットは固めのはず。あなたは違うわ。固めの暗黒騎士どうやら同じ名前のせいで間違えられたらしいな。俺たちは傭兵の仕事を求めてこの島にやってきた。私の名はランスロット・ハミルトン、ゼノビア王国の聖騎士だ。俺はカノープス、風使いと呼ばれている。そっちのじいさんは？私はウォーレン・ムーン、先生術師でございます。私はミルディン・ウォルホーン、同じくゼノビアの騎士です。俺の名はギルダス。そんなに怖い顔しないでくれ。そんな、違うなんて。なら俺は一体？騎士様、謝罪いたします。そしてどうか私たちに力をお貸しください。詳しい事情を聞かせてもらおう。我らとてこの地は初めてなのだ。俺は
俺はバイス。仇があんたたちじゃなくて残念だ。私はカチュア、僧侶です。そしてこっちは弟のデニム。僕の名前はデニム。どうか僕らをお許しください。気にする必要はない。驚きはしたがな、ここは暑い。さあ、どこか別の場所へ移り、そこで話を聞かせてくれないかな。では私たちの隠れ家へ行きましょう。何のもてなしもできませんが。ガルガスタンの勢力に立ち向かうにはそもそも頭数が足りないのです。それは私たちウォルスタも一緒だけど、バクラムはその弱点を補うためにローディスと手を結びました。そうして本国から派遣されたのが暗黒騎士団ロスローリアンってわけか。ロスローリアンはローディスの君主サルディアン教皇直属の近衛騎士団。16ある騎士団の中では最強と言われ、教皇の信頼も厚いとか。しかし彼らの実務は隣国の情報収集であったり秘密工作といった公にはできない任務ばかり。暗黒騎士団とはそうした闇の諜報活動からついた名なのです。しかし何だってそのロスなんとかがバクラムに肩入れするんだ。じゃああんたたちはどうしてこの島へやってきたんだ。この島をバレリアをゼノビアのものにしたいからじゃないのか。ローディスもゼノビアもこの島で戦争を、代理戦争を俺たちにさせようってことじゃないのか。やめなさいバイス、言い過ぎよ。事情は分かった。バイス君、君の質問に答えよう。我々は確かにゼノビアの人間だ。しかし今は王国の騎士ではない。我々は追放されたんだ。俺たちは罪人なのさ。もう帰る故郷はないんだ。だから俺たちは仕事を探している。この腕を高く買ってくれる仕事をな。そんな話信じられるもんか。これは俺たちの戦いなんだ。およしなさいバイス、もういいわ。騎士様、ご無礼の段、何卒ご容赦くださいませ。せんなきこと。それより君たちはこれからどうするつもりだ。アルモリカ城に囚われたロンウェイ公爵を助けなければ。ロンウェイ公爵とは君たちのリーダーか。そうだ、俺たちウォルスタ人全員のリーダーだ。ガルガスタンの連中に捕まってる。処刑が近いって噂なんだ。なんとかしなくちゃいけない。助ければいい金になりそうだな。どうだランスロット、やらねえか。悪かったよ。確かに俺たちだけじゃ無理だ。あんたたちの力が必要だ。そうと決まれば善は急げだ。アルモリカ城へ行こうぜ。ちょっと待って、城には兵が大勢いるわ。私たちに、いや騎士様にだって勝てないわ。無理よ、死んじゃうわ。戦いはもうたくさんよ。デニム君、君はどうなんだ。君の意見を聞かせてくれ。僕らだけでは無理です。ぜひとも力をお貸しください。よし、決まったな。では準備に取り掛かるとしよう。どうして姉さんの言うことが聞けないの。言いたいことはわかるわ。でも私はあなたを失いたくないのよ。考えたくないけど、父さんはきっと死んでいるわ。私にはあなたしかいないの。そう、この世に血を分けた肉親はあなただけ。たった二人しかいない兄弟なのよ。死なせたくない。ごめんね、あなたを止められるわけないのに。
でも約束して、姉さんから離れないって。ね、何やってんだ、みんな待ってるぞ。あんまり弟を甘やかすなよ。あいつだって男なんだ。少し黙っていて。弟はあなたみたいに血の好きな男じゃないのよ。戦いたくて戦ってるんじゃねえや。犬死にしたくないだけだぜ。あの人たちを当てにしてるくせに偉そうな口を聞かないで。あいつらをここへ入れたのはカチュアじゃないか。何を今さら。利用できそうだからオベッカを使ってるんじゃない。あなたみたいに我を通すだけの脳なしじゃないの。少しは感謝なさいよ。けっ、僧侶のくせに人を騙してもいいのかよ。やってらんねえぜ。私はもう誰にも死んでほしくないだけよ。貴様らを知ってるぞ。ゴリアテに救うゲリラだな。公爵を助けに来たが、野郎ども、そのガキは偽ゴートの賞金組だ。捕らえた者にはあんまんやろ。行け。いいか、一マスの幅の川ならジャンプできるんだ。見てろよ。ただし、ジャンプ前の高さと同じか、それより低いところでなければダメなんだ。俺たち有翼人は、高さや地形に関係なく移動することができるんだ。でも、一人で突っ込むのはダメだぜ。味方との連携が大切なんだ。次に誰が動くのか監視を怠ってはいけません。素早く動きたいなら無駄な行動を取らないことです。移動はその距離によって、行動はその内容によって、次のアタックターンまでの時間に違いが生じます。アタックターンを常に確認するよう心がけましょう。アタックターンとはユニットの行動順位を意味しています。戦闘ユニット一覧を表示して、アタックターンの早い順に並べ替えを実行すると良いでしょう。
1回のアタックターンでユニットに対して移動、行動、スキルを1回ずつ使用できるんだ。それらのコマンドはどの順番で使っても構わないぞ。よく考えてから命令するといい。移動はいつでもキャンセル可能だ。攻撃が届かないときは移動先を変えてみるのもいいぞ。ステージのスタート時点では MP がゼロのため魔法を使うことができません。 MP はウェイトターンがカウントされるに従い少しずつ蓄えられていきます。強力な魔法ほど消費 MP が高いため、後々の状況を踏まえた上で使用タイミングを測ってください。スキルはアクション、サポート、オート、スペシャルの4つに分類することができます。それぞれのスキルはユニットがレベルアップすることでクラスに応じて習得していきます。先ほど発動したスキルは瞑想と呼ばれるオートスキルです。オートスキルは行動前に発動することがあります。これを生かすように行動しましょう。私のような魔導士に魔法を使わせるには事前に魔法をセットさせておく必要があります。魔法のセットは編成コマンド内で実行します。くれぐれもお忘れなきよう。クラスチェンジするには転職証と呼ばれるアイテムが必要なんだ。ショップで売っている場合もあるが、簡単には手に入らない転職証もあるって話だ。クラスチェンジをしてもレベルはそのままだから、苦戦したらクラスを見直してみるのもいいぞ。そこんとこよく注意しないと敵にコテンパンにやられちまうぞ。キュアリーフなど消耗品を使用したいときは戦闘に参加する前に装備しておく必要があります。装備数は4つまで。ユニットの特徴に合わせて装備すると良いでしょう。敵を攻撃する前に相手のエレメントを確認しましょう。エレメントは風、土、雷、水、火、氷、光、闇の8種類です。例えば風属性は土属性に強いといった関係があります。これを意識して相手を選ぶことが大切です。ユニットだけでなくユニオンにもレベルがある。ユニオンレベルはステージ攻略を進めることで上昇するぞ。ユニットのレベルはユニオンレベルを超えて上げることはできないんだ。それを忘れんなよ。ローンウェイ処刑の噂に釣られてのこのこやってくるとは愚かだぜ。貴様らゲリラの生き残りを葬るために俺たちが流した偽情報とも気づかねえだな。サポートスキルはセットするだけで常に効果を発動するんだ。私が移動するとき
その範囲内に黄色い点線で囲われたパネルがあるのがわかるかな。これはランパートフォースと呼ばれるサポートスキルだ。歩行移動する敵ユニットがこのパネルへ侵入した場合、移動力に残りがあっても必ず立ち止まらねばならない。このようなサポートスキルは移動力を変更したり、攻撃力を恒久的にアップするなど様々な種類がある。自分のクラスやバトルステージに合わせて臨機応変に付け替えると良いだろう。私たちまんまと騙されたっていうの？騙されようが騙されまいが勝ちゃいいんだ。ガルガスタンの連中に舐められてたまるもんか。気にするなバイス、今は公爵殿下を助けることに集中しよう。やかましい、お前こそ足手まといになるんじゃねえぞ。デニムにそんな言い方しないで、あなたのことを心配しているだけじゃない。島のもんじゃねえな、ローディスか。大丈夫デニム、バイスのことなら気にしないで。姉さん、僕なら大丈夫。戦いに集中しよう。
ごめんなさい、デニム。避難させてもらうわね。様が得られた。ついてねえ。よし、このまま中へ侵入するぞ。用心してくれ。デニムたちはあまり無理をするな。俺たちの後ろにいればいい。ニーバス様のおられぬ時にこのようなことになろうとは。皆の者、相手はあのバパールを倒した者どもだ。アナドルと手痛い目に遭うぞ。このアルモリカ城をゲリラの手に渡してはならん。今こそガルガスタンの誇りを見せるのだ。異国の騎士よ、どこの者か。なぜこの島の争いに関わるのだ。これは我々ガルガスタンとウォルスタの父祖の代より続く争い。絵にしなき者の来る地ではない。それともキコーラもローディスのようにこのバレリアを望むのか。
答えられよ。我らは国を捨てた者たちだ。故に自身の心情でこの若者らの手助けをしている。俺たちは傭兵の仕事を探している。あんたが雇ってくれるのかい。我々は我々の力のみでことをなすのだ。よそ者の力などは必要ない。なら話は簡単だ。公爵とやらを助けて褒美をもらうとしよう。金のために戦うのか、愚かな。ならばここで果てるがよい。Whoa!
そなたらのおかげで牢から出ることができた。重ねて感謝しようぞ。ありがとう。特にデニムや、そなたのようなウォルスタの若き同胞に救われたことは実に喜ばしい。そなたらは神が我々ウォルスタに遣わした希望の使者に違いない、うん、ウォルスタの未来は明るい。公爵殿下の無事を知り、身を潜めていた同志たちが次々と城へ集まっています。ガルガスタンが攻めてくるまで幾泊かの猶予があろう。それまでに体制を立て直さねば。ところで異国から来た騎士たちよ、事情は聞いたが、それは誠か？偽りではございません。我らは皆国を追われた者です。果たしてそうかな。例えばそこの王はいかがか。2年前キデンらの王国が誕生した時、指導者の傍らには常に王のような先生術師がいたと聞く。ランスロット殿も聖騎士団の団長とか。そうした王国の立役者たちをキデンらの王はいとも簡単に手放すのか？そのような魔導士がいたとは聞きますが、私ではございませんな。ローディス教国がロスローリアンを派遣したように、キデンらゼノビア王国もまたこの島を欲しているのでは？違うというなら、その証拠を見せてもらおうか。公爵殿下、聖騎士様らは命を賭してこの戦いに力をお貸しくださいました。忠誠を誓うべき対象がいてこその騎士。我らはその御旗を探しております。貴殿の言葉はしかと証明してもらおうぞ。褒美を取らす。それとこの城の警護と兵士の訓練を貴殿に任せよう。よい。さてデニムや、そなたの父はゴリアテの神父であったな。以前一度だけお会いしたことがある。聡明な方であったが、ゴリアテの件は実に残念である。父の、いえ、ゴリアテで死んだ人々の皆の仇を取ってくださいませ、公爵殿下。分かっている、分かっていると。もしかしまずは目前の敵であるガルガスタンが先。そうだ、そなたらを解放軍の同志としてだけではなく、アルモリカの正式な騎士として迎え入れようぞ。騎士？そなたら若き英雄たちが騎士となれば、ウォルスタの結束は高まる。そして公爵直属の遊撃隊として活動するのだ。
引き受けてくれぬか。もちろん、仰せの通りに。いいんだろ、デニム。よろしい。では、騎士団の名前をつけよう。この名はいかがでしょうか。良い名だ。そなたらの活躍を期待しているぞ。早速だが、南西のクリザローという町へ行ってもらいたい。この城の監督官であった史実師ニバスを、我が騎士団の長レオナールが追っているのだが、思いのほか敵が強く手こずっているらしい。すまぬが、クリザローへ出向き、レオナールを援護してもらいたいのだ。さて、出かける前にこのアルモリカで兵士を補充し、武器や防具を購入して準備を整えておくとよいだろう。軍資金として3万ゴートを使わそう。それと我が配下の兵たちを何人かそなたに預けようぞ。お任せください。我らオルスタのために必ずや任務を果たしてまいります。ウォルスタの若き英雄たちに勝利と栄光がもたらされんこと。君たちのおかげで雇い主が見つかった。おかげだなんて、そんな。こちらこそ感謝しています。これから公爵の部下の救出に出かけるそうだな。一緒に行くことができないのが残念だ。命だけは大切にするんだぞ。たとえ負けたとしても命ある限り次の機会は必ず巡ってくる。命ある限り次の機会が。死んじまったらおしまいってことさ。もちろん僕らは死ぬつもりなんてありません。死ぬために戦うわけじゃない。生きるために戦うんです。そうだな。だがくれぐれも無茶をするなよ。はい。キコーラがゴリアテの英雄と呼ばれている若者か。公爵殿下の救出を深く感謝する。皆を代表し改めて礼を言おう。あなたは。私はラビニス・ロシリオン。公爵殿下に仕える騎士の一人だ。レオナールを助けに行きたいところだが、他の任務があってね。残念だがキコーラに任せよう。任せておけって。この城を取り戻したのは俺たちなんだぜ。本当にそうならよかったんだな。どういう意味だ。彼女のような騎士様がこの城の敵を引きつけてくれたおかげってことよ。ゴリアテの英雄なんて呼ばれてますが、それが僕らの力だけじゃないことはよくわかっています。勘違いしないでほしい。私はキコーラに期待しているのだ。長く続くこの戦乱を終わらせるためには皆の心を一つにしないと。キコーラの活躍は皆を勇気づけた。俺たちを英雄と呼び英雄に仕立て上げることも布石の一つって言いたいんだな。それが不服なら戦いに勝っ。ラビニスさん、あなたも死なないで。殿下から軍資金を賜ったそうだな。出発する前に装備をきちんと整えるといいだろう。武具や魔法はもちろん消耗品も忘れずに。そうだ、消耗品はセットしないと使えない。忘れるなよ。
上から目線の嫌な女。あんたかい。また来てくる。
こんなところにゲリラがいるとは。アルモリカ落城は本当だったのか。大方クリザローで罠にはまった連中の援軍だろうが、そうはさせん。貴様らはここで朽ち果てるのだ。お前たちだけでは心細いのでな。俺がついていってやろう。俺の名はカノープス。死にたい奴はかかってこい。この戦いは俺たちウォルスタ人の戦いなんだ。あんたたちよそ者の手助けなんか。相変わらず固いことを言うやつだな。
若いのにどうしてそこまで偏屈になったんだか。偏屈で悪かったな。いって、てめえ何しやる。バイス、いい加減になさい。僕らはウォルスタのためだけに戦う。本当にそれでいいのかな。お前今さら何を言い出すんだ。おじけづいたのか、それとも平和主義者のお姉ちゃんの言いなりか。これだ。なんだ、偏屈なだけじゃなくていじめっ子か。最低だなお前。うるせえんだよ鳥のおっさんは。俺を鳥と呼ぶんじゃねえ。大人げない真似はしないの。デニム、戦いのコツを教えてやろう。耳の穴かっぽじってよく聞いておけよ。戦いの基本は格好撃破だ。いやらしい攻撃するやつだろうが、弱っちい野郎だろうが、なんだっていい。とにかく全ての敵に対して平均的に攻撃するよりも一人の敵に集中してダメージを与えろ。いいな。
デニム、私たちのような僧侶や魔法使いの防御力が低いのはわかるわよね。むやみに前進させて敵の攻撃にさらされるようなおバカな真似だけはさせないでね。何をするにしても敵との位置関係を把握するのよ。ギリギリの位置で魔法を使わせるようにね。位置関係の把握が分かりにくかったら視点を変更してちょうだい。デニム、もう少しアドバイスをやろう。周囲に青いカードが落ちていたら拾うといいぞ。こいつは攻撃力やクリティカル、オートスキルの発動などこの戦闘中のみだが強化してくれる代物だ。1ユニットにつき4つまで効果を付与することができるから誰に拾わせるかをよく考えるんだぞ。ただし赤いカードは効果を全て消してしまう。こいつは相手に押し付けちまうのがいいな。緑のカードはユニットの基礎パラメーターをアップさせる。基礎パラメーターは戦闘が終わっても上がったままなんだぜ。効果内容を知りたいならカードにカーソルを合わせるんだ。デニム、効果ない。
で。さあ、thank you.
アンデッドがこんなに大勢死者の魂をもてあそびよって、ならば死せる魂を床屋の闇へ葬らん、安らかに眠れ、いくそ沈む。これはどういうことだ。イクソシズムが効かないとでも、除霊するにはまずアンデッドの動きを止めねばならんことを忘れておったわ。アンデッドを相手にするのは四半世紀ぶりだからな。いや、言い訳にもなるまいよ。待っているよレオナール、援軍が到着するまでの辛抱だからな。おお、あれはまさしく解放軍、天の助けとはこのことだ。そううまくいくかしら。お前たちの仲間はその家の中で眠っている。ただの眠りではないの、死への眠りよ。眠りから目覚めた時、おぞましいアンデッドとして復活するわ。皆の者、ニバス様が戻られるまでだ。ここから先へ一歩たりとも進ませてはならんぞ。
くわ。まだお戻りにならないのか。どうされたというの。
バス様、私をも見捨てられるのね。感謝するデニム殿、キ君のおかげで命拾いをした。心配をかけたなプレザンス、不意をつかれこのざまだ。公爵殿下からお借りした大切な兵を大勢失ってしまった。まったく、なんと申し開きをすればよいものか。お前の命が助かっただけでも幸運というもの。それにしてもニバスのやつめ、神をも恐れぬ不埒な魔導士よ。おお、それそれ、ニバスはこの先の朽ちた砦に身を潜めているらしい。己の兵をアルモリカに置き去りにし、コリタニへ帰るわけでもない。一体何をしているのやら。いずれにせよ、ニバスの首を上げねば公爵殿下に合わす顔もない。この手勢で砦を攻めるというのか。一度戻った方が良いのではないか。我々だけならそうするさ。しかし今は心強い仲間がいるではないか。だがガルガスタンの奴らはすぐにでもアルモリカを攻めるかもしれんのだぞ。我々は捨てた命をゴリアテの英雄殿に拾われた身だ。ここは一つ。うん、そうだな。進むか戻るか、デニム殿に決めてもらうか。ボルテール、サラ、お前たちもそれでよいな。我々は貴殿の意見に従いましょう。この命を預けましょうぞ。
いらっしゃい。こんにちは。発車。
ほほ、よくここまで来れましたね。モルドバが倒されましたか。彼女は私の研究の良き理解者だったんですよ。惜しいことをしました。まあでもそれも彼女の運命。それはともかく、この私を見逃してはいただけませんか。私にとってこの島の覇権などはどうでもいい。誰が覇権を握ろうが知ったことではない。それはアルモリカ城を攻めましたよ。でもそれは私にとっては単なるビジネス、大いなる好奇心と研究心を満たすために数奇教と取引したに過ぎません。アルモリカ城はあなたたちに返してあげたはず。お願いですから見逃してはくれませんかね。でないと貴重な時間を使わねばならなくなる。私は非効率的なことがとてもとても嫌いなんです。ふざけるな。神をないがしろにし、死者を冒涜する邪悪な魔導士め。好奇心を満たすために戦いを起こすお前のような奴は絶対に許さない。いやいや、あなたは根本的に何かを勘違いされているご様子ですよ。私の知的探求心とあなたが祖国を思う忠誠心、どちらも行動への原動力という意味では同じ。そしてその結果、つまり新たに生まれる死者の数も同じなのです。いや、私はあなたたちが生み出した死者を再利用しているに過ぎませんからね。邪悪なのはむしろあなたなんじゃありませんか。漆黒の暗渠より悪鬼を招かん。いでよサモンダークネス。さあ、私に見せていただきましょうか。屍の上に打ち立てられた正義というものは。Thank you.
我が仲間たちの命を奪うだけでなく、その遺体を手術に用いるとは何たる非道。大いなる父ヒラーハの名のもとに貴様を地獄へ落としてみせようぞ。やれやれ、あなたは何を根拠に神の代理人を自称しているのでしょうか。いや、そもそも存在もしない神や悪魔をよくも信じることができますね。何を愚かなことを。我が身が放つ神聖魔法はまさに神の奇跡。貴様が使う呪われた手術はそれこそ悪魔の技。所詮魔法といえども単なる物理法則でしかなく、神や悪魔を名乗る者がいたとしてもそれはただの生物。そこに崇高な精神や邪悪な意志があったとしても、その言葉に屈した者が弱者となるだけのこと。神を敬い悪魔を蔑むという行為そのものが自らの思考と行動を弱き者にするんです。あなたもいい年なんですから、そのくらいのことに気づいても良いと思うんですよ。人を愚弄するのか。言わせておけば抜け抜けと。
めんなさい。デニム、
この私が引くことになろうとは、これは少々驚きましたよ。とはいえ、私はここで死ぬわけには参りません。戦いよりも重要な研究があるのですからね。デニム君でしたね。その名、この海馬にしっかりと刻み込みましたよ。あなたがこの戦乱を生き延びることができたなら、またどこかでお会いする機会もありましょう。その時はもう少しマシな研究成果をお見せすると、あなたにそう約束しましょうかね。ではまたお会いしましょう。見てってくれ。
また来
詳しいことはレオナールから聞いた。そなたらの働き、嬉しく思うぞ。さて、次の任務だが、レオナールと共にバクラムのフィダック城へ行ってもらいたい。フィダック城といえばロスローリアンが駐留する城。なぜそこへ？ガルガスタンとの本格的な戦いを前に、彼らと非干渉条約を結んでおきたいのだ。バクラムとではない、ローディスの暗黒騎士団とだ。ガルガスタンとの戦闘中、背後から攻められてはたまらんからな。しかし公爵殿下、バクラムはこの内乱の元凶ではございませんか。ましてロスローリアンは親の仇。そもそも奴らがバクラムに加担さえしなければこんなことにはならなかったのに。その気持ちは私も同じだよ、カチュア。だが考えてもみたまえ、我々の戦力で勝てると思うかね。もちろん超えた豚同然のバクラム人など敵ではない。しかし暗黒騎士団は強敵だ。だからこそ我々はローディス峡谷に従うことを制約し、彼らの敵にならないことを明かす必要があるのだ。それでは殿下はローディスに屈すると、そうおっしゃるのですか。口が過ぎるぞ、バイス君。気持ちは同じだと言っている。もちろんローディスの悪魔に魂を売ったりはしない。バルバトスを、ガルガスタンを倒すまでの間だけ暗黒騎士団に沈黙を守らせることで、ガルガスタン陣営内の日和身どもは戦いをやめるはず。そうなれば我々にも勝ち目はある。バルバタスを亡き者とした後はバクラムだ。奴らを叩く。いかがかな、聖騎士殿よ。ゼノビアの王はローディスのようにこのバレリアを欲してはおらんよな。ならば我らの国づくりのため、貴公の王もまた非干渉を約束してくれるはず。おっと、貴公には関係のない話であったな。これは失礼した。それでは早速レオナールと共にフィダックへ立ってくれ。またこの任務のために5000ゴートを使わす。きちんと準備して行かれるがよかろう。お、あんた。
発車で。Thank you.
なところでオルスタ軍と出会うとはな。チッ、ついてねえぜ。こんな手勢じゃ勝てやしない。とりあえずライムまで引きましょうぜ。バカ野郎、てめえにはガルガスタン人としての誇りっつうもんがねえのか。そんなこと言ったって圧倒的に不利じゃないですか。本体と合流しましょうよ。アルモリカ城を奪われたぐらいで臆病風に吹かれやがって、まったく度胸のないやつだ。さあかかってきやがれ。ガルガスタンの力を見せてやる。ガルガスタンの兵よ、降伏するんだ。今なら無駄に命を失わずに済むぞ。それはこっちのセリフだ小僧。戦いはな、数だけで決まるわけじゃねえんだ。無駄に命を落とすことにどんな意味があるって言うんだ。死を怖がることにどんな意味があるんだ。人間はな、ほっといたっていつかは死ぬんだ。お前みたいな目先の利くガキは時には何も考えずに流れに身を任してりゃいいんだよ。死を覚悟していないとでも？そこまで幼くはない。たく、これだからガキは嫌いなんだ。
しくしていりゃ俺が死ぬこともWe'll be right back.
いらっしゃい。発車。